井の頭通り井の頭通りは東京都渋谷区宇田川町の渋谷駅前付近と武蔵野市赤前の堺上水場付近を結ぶ道路の通称井の頭通りと表記されることもある大半の区間が直線的な道路である堺上水場から和田堀給水所までの間に水道管を付設するための施設用地を道路に転用したために以前は水道道路と呼ばれていたが 後に、この江ミマロ元首相によって、井の頭街道と命名され、その後東京都によって井の頭通りと改められた。この道路は次の3つの路線として管理されている。渋谷区道東京都市計画道路、幹線街路放射街路、第23号線東京都道413号、赤坂杉並線、渋谷区代々木公園交番前交差点杉並区、 カンパチイノカシラ交差点東京都市計画道路、幹線街路補助線街路第53号線、東京都道7号杉並昭路線、カンパチイノカシラ交差点武蔵野市関前5丁目交差点井の頭通りの起点上記1の路線は、東急ハンズ前を通ることから、東急ハンズにちなんで、ハンズ通りと、俗称されることもある。井の頭通りはこの先、NHK センター下交差点を通り、 宇田川の流れに沿った形で、代々木公園交番前交差点付近に至り、そこを左折して二の路線に入って終点まで続くこととなる。東京都道431号、角は泉朝鮮交点から、吉祥寺駅付近までは片側に車線である。通りの名前渋谷区ウェブサイト、平成23年4月17日閲覧。ありがとうございます。